アメリカ合衆国社会党は民主社会主義を掲げるアメリカ合衆国の政党。アメリカ社会党の後継政党の一つで、下からの広範な民主的社会革命を目指す。スプースサは1972年から1973年にかけ、アメリカ社会党が分裂した際に誕生した。1958年、マックス・シャハトマンの率いる 社会主義労働者党を離脱したトロツキストからなる独立社会主義者同盟が社会党に加入した。その後、トロツキズムから右翼に転向したシャハトマンは、ソ連型社会主義への戦闘的抵抗及び民主党と社会党との合併を主張し、1972年まで党の統一執行部を指導して党の主導権を掌握した。統一執行部は、 党がベトナム戦争への反対決議を採択しようとすると、これを妨害し、同年の大統領選では、当初ヘンリー・エム・ジャクソンを支持したものの初期の段階で、ジャクソンの敗北が確実になると、リチャード・ニクソンに対する党としての反対行動を拒否した。これに対し、二つの派閥が社会党から分裂した。一つは、マイケル・ハリントン率いる合同執行部で、 民主党の反戦主義者、ジョージ・マクガバンを支持していた、同派閥は分裂後に民主社会主義組織委員会となり、後にアメリカ民主社会党となった。もう一派は、ベンジャミン・スポックの人民党を支持していた左派のデブス執行部で、分裂後に民主社会主義者連合となり、1973年にスプルースサとなった。社会党に残ったシャハトマン派は、 合衆国社会民主党を結成した。ありがとうございます。